おはためだみちゃんです。さて今回の動画なんですけれども、こちらイミシン特製構築ということで、今回なんですけれども、マジックミラーのブリムオン、ビーストブーストの電磁木、テクニシャンのストライク、ムラッケの鬼氷、いたずら心のオーロンゲ、砕ける鎧のダストダスというね、どこか意味深な、特性を持ったポケモンでパーティー作って、こう、対戦潜っていこうかなと思います。それではやっていきましょう。はい、ということでマッチングいたしました。対戦よろしくお願いします。これ実はね、俺特性を優先してるから勝てるビジョン全くないんだよね。これどうやったかと。まあ、最悪さ、オーロンゲで壁張って鬼氷で運ゲーできるみたいな感じはあるんだけど、まあレジエレキから入ってくるかな。これだったら入ってきそうだよね、レジエレキから。なやったら、まあ、ダストダスあたりから入っていってもいいのかなぁ。でも、ヌオーが来た時が誰か。ヌオー来るよね。草タイプいないもんな。鬼回りでフリドラでなんとかやっていくしかねえな、その、だったら。あとは、そうだな、電磁木でなんとかしていくか。ダストダス、鬼回り、電磁木の3匹でやっていこうかなと思います。対戦よろしくお願いします。頑張っていきましょう。ルギアから入ってきましたよと、マルチスケールからの竜舞からのぐっちゃぐちゃにしてくる方ですね。はい、これは負けましたね、多分。ダストシュートでちょっと削りますか。起点型か。よくれ。よーし、ざまみろー、ラムのみー、何アッキのみー。まだソシュート連打でいいかな。ここは瞑想特攻上げてきた。ああ、もうなんでそこでまひるかな。25分の1だぜ。とりあえずタスキだから適当に殴れるけど、でももう一回、もう一回刺さってくれればいい。はあ、もう自己再生とかめんどくせえもん持ってんじゃねえよ。殴ってくんじゃねえのかな。どうだろう。素早さがぐんと上がった。オッケー。一生終わんねえぞこれ。何この戦い。もう絶対レイド当てるしかねえなこれ。よーし、ざまー、オッケーオッケーオッケー。やったぜ。一撃必殺当たっていく。運ゲマン、あぶねえ。結構ここまで行くのに時間かかっただろう。よしよしよし、そして特攻が上がっていく。スイ君、オッケーオッケー。フリードラーが抜群で入る。電磁砲、外れろ。よし、これであとは大サンディングで倒していきます。いやー、うまいこと電磁木が刺さったなこれ。これはでかい。オッケー、ナイス。
頼むぞー。次電気刺さるポケモンが来てほしい。頼む。電気向こうはいなかったはず。さあ頼むぞ。素早さ2段階の特攻1段階上がった電磁木、もう無双でしょと思っていましたが、残念ながらと思っていたでしょ。残念ながら大草原あるんですよね。4倍弱点で死ぬがいい。よーっしゃー、ナイスー。やったぜ。ヌを出したら止まると思っていたんでしょ。よっしゃ勝ったマジでごめんなさいだな、本当に申し訳ない。なんとか勝つことできましたけども、害悪なことはやらないようにしましょう。はい、ということで以上今日のタミちゃんの動画でした。よかったら皆さんチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。おつたみバイバーイ。